さああんたはどんなふうにあたしをお祝いしてくれるの今年の誕生日はとびきり騒がしくなりそう。まあたまには羽を外すのもいいわ。ただしお行儀よくね。 あんたに喜ばされるなんて完全に予想外褒めてるのよお祝い感謝するわ目立つ格好ねま注目されるのには慣れてるけどレオナがくれたペンインクが出ない 捨てるのが面倒で押し付けたわね。はぁ、そんなことだろうと思った。誕生日は父から絵はがきが届くの。世界中を飛び回ってるから、どんな国の絵柄か、毎年楽しみにしてる。エペルとルークが映画研究会の部員と一緒に、お祝いの歌劇を上演してくれた。つたないけど、悪くなかったわ。今日も綺麗。 当然ね。でも誕生日だから気合いを入れたわけじゃない。どんな日でもあたしの美は完璧なの。あんたとグリムの騒がしさもたまには役に立つのね。その調子でパーティーを盛り上げてちょうだい。誕生日はオーロラを思い出す。ジャックが近所に住んでた頃、プレゼントに見やすい場所を教えてくれたの。ファンが誕生日を祝ってくれたから、 間近目にお礼の写真をアップしたわ。応援には誠意で答えないとね。老いを止める魔法はない。だけど、成熟の仕方は選べる。私は常に、年齢に見合う美しさを追求するだけ。リリアがシューレースをくれたの。平型でほどけにくそうだし。早速明日のジョギングで使ってみようかしら。お祝いはさっきも聞いた。 そんなに構って欲しいなら、メイクを受けてみるどこまで化けるか興味があるわ。あら、何かくれるのじゃあ、私の美しいと思うところを100個あげて。簡単でしょ